皆さんどうもこんにちは、大学演奏家の島崎優斗です。島崎ゆきです。本日は演奏活動をしながら子育てするの大変じゃないのっていうご質問を結構いただくの で、うん、で多分僕よりいっちゃんの方がもらうよね、うん、すごいもらえます。で夫婦で演奏活動してると、まあ、子育てどうやってんのかなっていう質問、まあ、本当に多いので、うん、それについてちょっとお答えしていきたいと思います。はい、まず大変でしょ。大変。でなんか僕なんかやっぱり仕事をね優先させてもらってるので、まああの家にいるときはなるべく子供と遊んだりとかご飯作ったりとか食器洗ったりとかぐらい、うん、そうね、うん、まあそういう感じなんですけど、やっぱ普段見てくれてるのはあの妻なので、そっちのね意見聞きたいと思います。はい、うん、何が大変。そう、何が大変。やっぱりね、練習時間が取れないっていうこと。うん、か自分の時間取れないよね。そう、自分の時間が取れないですね、うんっていうことと、まあ、その編曲してる時も、まあ、基本的には娘がいない時間でもしくは寝た時間とかにやっぱりしないといけないから、うん、なんかやりたいな、今仕事したいと思った時間にできないっていうのがやっぱり率直に大変。うん、その子育てとか家事の合間を縫って自分の時間が作んなきゃいけないので、そう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 、それが結構大変ですねかな。あとはやっぱその受ける仕事の時間、あー確かに、 それがすごい私があって、でもそれって結構個人差があって、いやだからさ、うん、その幼稚園とかに行ってる間の仕事とかだったらいいけど、じゃあ例えば夜遅い仕事を依頼来た時に、うん、いやどうするみたいなことでしょ。そう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 、うん、で例えばその次の日の予定があんまりなかったりとかね、娘の、うん、なかったりとかしたら、じゃあこの日はあのゆっくり休めるから、じゃあ夜の仕事ね一緒に現場連れてっても大丈夫かなって思うんだけど、次の日がなんか幼稚園の行事だったりとか、うん、あとこの日はそう、あるある、絶対休めない、うん、そうイベントがあるっていう時にはやっぱその前の日の夜の仕事はやっぱり時間は、うん、あこれは無理だなっていう。そうだよね、たまに言ってるもんね。そうそう、あこの日こういう仕事入ったけどちょっと明日幼稚園のあれやじゃん、そうそうそう幼稚園のあのイベントじゃんみたいな、運動会じゃんみたいなとかさ、そう予行練習じゃんとか、さすがにさ、うん、子供をさ、ねまあ、夜さ連れてって、うん、演奏会場連れてくのはさ、うちらは別によくやってるけど、うんうん、でもそれでさ、なんかその娘が体調崩しちゃって、うん、なんか次の日その娘にとって大事なイベントなのにそれ休んじゃったらどうしようみたいな、うん、そういうのあるよね。そう、そうそうそう、それってなんか大人の都合で付き合わせちゃって申し訳ないなと思うから、う私はそこはやっぱり子供のねイベントとか子供優先にしたいっていう気持ちがかなり強い、かなり強いからね。そう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 、だからね、しかもよく考えたら幼稚園とか小学校って人生の中のほんのたった数年じゃんそうだね、そう、その数年なんかそう自分の都合で動かしちゃうのってどうなんだろうってやっぱ私は思っちゃうの。私は、ね、まあ、その友達とかともね、そう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 、いろいろあるもんね。そう、貴重な時間だから子供にとってその数年って、だからうん、そこはね大変ですね。しかも楽しそうだもんね幼稚園からすごいめっちゃ好きじゃん幼稚園、うん、ね、毎日分んで行くもんね。土日になるとね、土日、え明日幼稚園休みなの、そうそうそう、休みなのまあしょうがないかって思うからお家暇だなそうそう暇だなって、幼稚園はねやることいっぱいあるから楽しいんだけど、そうそうそう、うち暇だから、そう、うち暇だから他にお母さん目線で、お母さん目線で頭の切り替えが大変。あーもうありそう。そもそもお母さんやってる人は多分分かると思うんですけど、もう主婦業ってもうずっとオンのスイッチが入ったまんまで常にタスあのマルチタスクの、まあ、切り替えの連続だよね。そうそう、今これやって同時にこれやって あれやってこれやってこれやってっていう、本当にもう朝からねずっとねそういう切り替えのスイッチを入れっぱなしなんですよ。で子供が出てやっとそのスイッチが切れるっていう、もう慣れてくるとだんだんもう順位がついてくるの。まずこれやって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 、でこれとこれは同時進行でいけるみたいなことでやってるんだけど、たまにそこに娘がイレギュラーで、ママーって。ママーママーうーん、お漏らししちゃった。そうそうそう。あって、なんか突然そういうハプニングが起きると、組んでたスケジュールが、なんか急に吹っ飛んで、あれ何あれどうしようってなる。しかもなんかプラン崩れるの苦手だもんね。そう、私は復帰できないから。そうそう、プランをかなり、ね、そうね、組み立てて、それ通りに動きたいけど動けないみたいな。そう、でも子供なんて絶対プラン通りに行かない生き物じゃん。修行だなと思ってる。あとあの演奏会前とかに、よし今日は練習するぞーっつって、うん、なんかこう、まあなんかいろいろやってるじゃん。うん、で、俺夜帰ってきたりとかして、うん、あ練習したって聞いたら、いやー、今日はもういいかなーもう満身創痍になってる時あって。あー、それでもよくある。よくあるよ。10分だけとか。そうだね。でもなんだかんださ、じゃあ、
ほんなんか1回だけちょっと練習しようかなとか思ってやると、うん、なんだかんだ30分とか1時間とか練習する。あ、そう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 。それでその思い腰上げるまでがさ、うん、もうすでにさ、すでに子育てとかのことでさ、いっぱいいっぱいなわけ。いっぱいいっぱいの中に演奏のことがポンって入ると、なんかもうひょーずっと沸騰したことみたいな状態。世の中的にさ、うん、あの自粛あったじゃん、うんうん、あの自粛期間中に結構お父さんとかも家にいること多かったから、うん、なんか今までさ、その専業主婦の自分の奥さんの、うん、こう家でのいろんなことが分かんなかったのが、うん、分かるようになった人多いと思うんだよね。あ、どうやってね、一日ね、子供と過ごして、そう過ごしてるか、子供と過ごしたり、うん、で家事もして、うん、で、なんだったらさ、旦那さんも多分手伝ってる人がいっぱいいるじゃん、うん、今だったら、うん、だから、仕事大変だなっていうのが分かりやすい世の中になったんじゃないかなとは思うけど、うん、結構それでギブアップってなっちゃったっていう話はよく聞く、旦那さんが。あ、旦那さんがね、代わりにやろうと思ったら、そう、あ、俺には無理だみたいな。そう、いや、無理だじゃねえよって感じ。結構、なんかやってる主婦業の年数も違うと思う。いきなり自粛入っていきなりそれを求められても、はい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 、旦那さんは普段やってなかったから、うん、え、うっそーってなっちゃってるっていう話はよく聞く、うん、こんな大変なんだみたいな、うん、でそこで慣れてなんかそうやって手伝ってくれるようになりましたよって話も聞けば、お手上げですっていう人も中にいるっていうのを聞いて。そうそうそう、人によるのかね、うん、そう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 、人にはよると、うんうん、じゃあ出たのが、音楽家として子育ての大変、両立の大変なのは自分の時間が作りづらい、まあその夜の仕事の時間とかがそう受けづらい、練習時間とかのね、そう結局やっぱ時間、やっぱ時間なんだな、時間、時間、もう今日出たの全部時間の問題だ。うん、やっぱそう、まあ、子育てってやっぱ素晴らしいことじゃない。俺よりもおかしいけど。どうした、うん、子育てとは素晴らしい、誰やっぱその、まあ、俺もちょっとだけどさ、家のこと手伝って、うん、でもなんかあの娘とね遊んだりとかしてると、うん、やっぱこの時間でなんかもう二度とないよなって思うし、うんうん、結構ね、そうだよね、大事にするよね。まあ家にいる時間が少ないからさ、うん、申し訳ないんだけど、まあ、その時間をどううまく使えるかっていうことと、家事とか子育てしながら演奏活動に回す脳とか体力の配分を残すっていうのが大変なんじゃない、うん、すっごい難しい、それは。だから演奏会終わった後に燃え尽き症候群になるようになった。昔もう練習する気もゼロです。そうそう、あれってなんかなんなら家事する気も起きません。そう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 、あるよね。もう何もしたくない、何も考えたくないって言って、あるね、それは。じゃあそれでは本日は、主婦代表島崎由紀さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。どうもこちらこそありがとうございます。打楽器の演奏家の島崎優斗と島崎由紀でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この動画良かったらいいねボタン、それからあの SNS とかでシェアしていただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。さよなら。さよなら。